弥生館は、かつて、愛知県安城市末広町にあった映画館。1928年に開館し、1984年に閉館した。松竹のスターである上原健也田中絹代は、弥生館によって、安城の町に紹介された。弥生館の開館は1928年である。壁海軍安城町の国鉄東海道本線。 安城駅の駅前通りを南に向かい、末広町で路地を東へ入ったところに劇場があった。安城町には、同時期の1928年から1929年頃に安城座と帝国座も開館しており、一気に三館の演芸場や映画館が集まる芸所となった。さらに、同時期には安城町に隣接する、 ヘッ海軍桜井村にも桜井映画劇場が開館している。安城町に隣接するヘッ海軍刈谷町の大黒座はまだ芝居小屋であり、ヘッ海軍新川町の鈴木座や新森座もやはり演劇場だった。弥生館では小畜系の映画が上映され、上原健、田中絹代、サブリシンなどのスターを安城の町に紹介した。特に盆や正月が盛況であり、 隣接する阪急場や沖屋をも超えて、菓子屋の角を曲がるまで入場を待つ客の列が続いたという。1951年のやよい館と、暗城映画劇場の広告1950年の1年間の映画観覧者は、洋画1466人、邦画10万7441人であった。全国映画館、ソー1953年版によると、 1953年の安城市には、弥生館と安城座の2館の映画館があった。全国映画館、ソー1955年版によると、1955年の安城市にも弥生館と安城座の2館の映画館があり、弥生館の座席数は398席。一方で、安城座は852席だった。1958年頃には、島田翔吾、 山田鈴主演の夏祭り三度傘を上映した。1959年には安城市三巻目の映画館として南英会館が開館し、弥生館は小竹、東方、新東方、安城東映は東映、南英会館は日活、大映、洋画で住み分けられた。映画再生期である1960年の安城市には弥生館、安城東映、 南英会館の三館の映画館があった。あとに、弥生館は日活、小畜系となっている。映画便乱ンン1963年版によると、1963年の安城市には、弥生館、安城東映、南英会館の三館の映画館があり、弥生館の座席数は400席、安城東映は860席、南英会館は350席だった。 映画館名簿1 9八十年版によると、1 9八十年の安城市には、弥生館、安城東映、安城東宝の三館の映画館があり、弥生館の座席数は二百四十四席、安城東映は三百六十席、安城東宝は二百四十四席だった。安城東映は、東映と日活を、安城東宝は、東宝と小畜と洋画を上映していたが、 この頃のヤヨイ館は成人映画館になっていたとされる。1980年代初頭には安城東方が閉館し、1984年にはヤヨイ館も閉館した。1980年代半ばに安城東映も閉館となっており、これによって安城市から映画館がなくなったが、1995年12月に10スクリーンを持つシネマコンプレックスの安城シネマが、 開館した。2017年時点で、弥生館の跡地は空き地となっている。弥生館と同じく末広町にあった安城東映1953年の映画館、消えた映画館の記憶も参照した。1960年の映画館、消えた映画館の記憶も参照した。壁海軍桜井町にあった桜井映画劇場は、桜井町の安城町への編入3年後に、 閉館している。ありがとうございます。